決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。クリスティアーノ・ロナウド、すでにこの試合で2ゴール決めています。マルキーニョスから長いボール縦へ、スペース出ましたね。このスルーパスは通りません。マンレッド、これは奪い返します。スペースへ出す、いいボール入りますよ。さあカウンターのチャンスになります。狙いましたね。カリル・クリバリ、プレスからボールがこぼれる。ここでファウルがありました。リバプールが最後のカードを切ります。パパスタソプーロス、さあ左へ預けて、マンレッド、交代枠をまだ一つ残しています。クロスを入れる、頭だ、いやロナウド、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、うん、ボールの出所、はい、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、ええ、この辺をしっかりとしていかなければいけませんよね。クリスティアーノ・ロナウド、今のチャンスはものにすることができませんでした。仕掛けるタイミングを図る、コーナーキックのチャンスです。ヘディング、止めた、マンレッド、ここは大きくクリア、危険なシーンでした。スルーパス、カウンターを仕掛けます。このパスを防ぎます。ここで前を向けるか、メッシー、マーテウスへ、ロナウド、ここで収まる、裏のスペースへ、自分で行く、シュート、しのぐ、リバプールはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ボールがつながる、左サイドのドリブル、クライフ、スルーパスを出す、収まった、フリーだ、来たー、メッシー、いやスルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。グリーズマン、ロングフィードで狙う、ここはすぐ奪い返します。マンレッド、レフリー試合終了のホイッスル、3対1、マンレッド、非常に拮抗した試合展開だったんですが、惜しくも逆転負け。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。
スタジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。この時間はマンブルー対マンレッド、こちらの一戦をお楽しみいただきます。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。マンブルー対マンレッド、北澤さん、ディエゴ・アルマンド・マラドーナですよ。この試合なんといっても彼に注目ですよね。いやディエゴですよ、マラドーナですよ。もはや説明不要の真のスーパースターですよね。彼の世界一のドリブルが見られるかと思うとワクワクしますよね、はい、彼がボールを持つと本当にファールでもしなければ止められないんじゃないかなと思いますけどね、そうなんですよね。世界一のサッカー選手の憧れの的なんじゃないかなと思いますよね。そうですね、今日は彼から目が離せません。クリスティアーノ・ロナウドから左へ、このボールはクリスティアーノ・ロナウド、裏へ届くか、どうだ、シュート、来た、先制。今のゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあマンブルー、この立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。いや強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね。失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。裏を狙っていきます、自分で行く、さあ中はいる、ここで丁寧にコントロール、カット、シュート、来た、追加点、怒涛の追加点。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染みついてるんでしょうね。これはワールドクラスのゴールですよね。さあマンレッド得点を重ね2対0という展開、立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。これはつながりません。マンブルーは手元の資料を見ますとフェイントを駆使して積極的にドリブル突破を狙ってくる傾向のチームとあるんですが、これについてどういった対処をすればいいんでしょうか。そうですね、基本マッチアップのシーンでは奪うことよりも抜かれないことの方を意識することが大事になりますよね。まあ仮に抜かれた場合も置き去りにならないようにしてすぐについていく必要がありますよね。ディマリアからアスピリクエタ上げてくる、大きく縦へ、さあカウンターのチャンスになります。素早いパスで攻め上がっていきます。今狙いましたね、ゴールに向かっていく、スクイバラ止めた、さあ一気にカウンター、サン・マクシマン、マラドーナから左サイド、カリドゥ・クリバリから縦へのボール、グリーズマンからアーチのようなパス、グリーズマンからのスルーパスをカットしました。まだ持っている、自分で持っていけるか、シュート、いやー左上がっていく、抜けてくる、シュート、決まった、追加点、3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。グリーズマン、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。
相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあマンレッド3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。直接うおー追加点、素晴らしいゴールでしたね。連続ゴール、ゴールに吸い込まれていきます。いや入っちゃいましたね。正確なキック持ってますよね。シュート、触る、いやファインセーブです。シュート前のドリブルも良かったんですけどもね。この場面でスーパーセーブです。これはなかなかこじ開けられない。ここで前を向けるか、裏へ届くか、シュート拾いたい、さらに来る、じゃあ詰めてきた、いやー追加点、この短時間で追加点。一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。これはセカンドボール狙ってたんでしょうね。アンブロを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。積極果敢な攻めが印象に残ります。マンレッド大きくリードして前半を終えています。相手に得点を与えなかったというところも評価できますよね、はい、内容も悪くないですし本当に素晴らしいですよね。なるほど、前半で大きく差が開いた両チーム、決定的とも思えるその差、縮める展開になるのか否か、後半目が離せません。マンブルー対マンレッド、マンレッド大量リードで後半を迎えます。